感じで悩んの。ちょっと野池でシャッド投げます。来たよ。開始2時間でようやく。でかい。あ、バレた。でかい。ここでバレた。サイズは40近い。ちょっと待って、ルアー見せろ。待て、貸してみ。バレた。お前レアレスの歌舞伎やん。お前歌舞伎使ったんか。俺が買ったやつ一番釣れるやつ。なんかこれちょっと良さそうだなと思って。これ一番釣れるわ。一撃だったこれ。強いな。びっくりした。おった。シャット投げていこう俺。どっちが釣れるか。これだ。一撃で釣れた。投げろ投げろ早く。来た。ちょっと40釣れ。40来るぞ。やっぱ、まあ、10月入ってまだ秋だな。巻き物巻いてくれ。巻き物だ。いや取りたかったな。見えんかった。見えんかった。映ってないわ。40近いのバレたか。じゃあここ釣れるんやな。巻きで。巻きで釣れるな。この間巻きばっかりやった。巻きで俺ここで40アップバラした。まあ、小バスは釣れたけど、うん、そのルアーいいやん。いいだろこれ。それさっき、ね、タイニーブリッツみたいな。巻き取って、うん、巻き取ってこの床というか、そこな、うん、ここにゴツ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 って当たって、うん、でふわふわふわって浮かした瞬間パクってきた。あのね、これね、今のこのルアーの形なんだけど、俺が愛してやまないゲイリークランク、うん、知ってる？あなたゲイリークランク、うん、知らないやろ。知ってるよ。俺が取り寄せたん海外から。ゲイリークランク、あれでゲイリー山本のゲイリークランクで、俺がもう50アップ入り組に刺した。それとよく似とる泳ぎが、うん、目の形も一緒。ゲイリークランクにすごく似てて、うん、もうめちゃくちゃだよ。めちゃくちゃ釣れるんだからお前。釣れたよ。ゲイリークランクで俺50アップ釣ったんだよ。今から釣れ。今から釣れ。早く早く早く釣れ。なかなか当たりませんね。やっぱ釣れてるね、ここ池。今奇跡的なバイトがありましたけども。まぁ、あ、ちょっと丹念に打ってきますわ。これこれこの動き。これ見て。いい動きするでしょ。世界で一番釣れるシャット。これは釣れいのよ。小魚が。なかなか釣れないな。うおお。でかわそうったよ、足元に。ちょっと投げて投げて投げ倒すわ。結構土砂漏でね、すっごい浅いんですよ。でもでかいのいるんだよ、どっかに。はい、全く当たりないんですけど。わかります。これイノシシの足跡ですね。でこれはイタチ。こちらタヌキとかテンの足跡になりますね。だからこういう山奥来るとね、四国はクマがほとんどいないんですけど、これイノシシですね。この足跡危ないですよ。これイノシシの足跡です。こんな噛まれたりしたらもう大怪我ですよ。狂犬病持ってる可能性ありますから。イノシシおるな、この辺。来たか。でかい。バレたか。今のところ今ね、菊池がね、あの、3バラシ、一匹ぶつりだけでね、僕、ノンバイト。なかなか当たらないね。クランクベイトの方がいいのかな。ね、まぁ、あ、ちょっと丹念に投げてきます。結構シャローでね、減衰してて、まあ、釣れなくはないんですけど、まあ、ちょっとシャットにこだわってねやってるんで、これで勝負していきます。見てください、熊の足跡がありますね。あれ足がバーッとでしょ。これ大きいね。体重は100キロぐらいあるだろうね。山から来てる。これね熊ですね。これ大きいでしょ足跡が。あれね、向こうから山奥から来てます、ね、熊がバーッと来て水飲みに来てる。結構危ないですよ、この辺はね。クマおるな、やっぱここ。いやー、今ぐるーっとこう来てね、ぐるーっと今こう回ってきて、歩いてきて、ぐーっとクマと戦いながらぐーっと来て、ずーっと投げてきてんだけど、全然釣れん。えぐいわ、ここ。おかしいなぁ。
全然。おかしい、ターンオーバー入っとるこれ。もう投げていくわ、うん、こういってね、10投みたいな、そんな感じで丹念に攻めていきますわ。おい、全然釣れんがや。お前は向こうでバラしたら3バラシじゃないか。いやそれ2バラシか、2バラシか。釣ろうや一匹、帰れんで釣る。マジで渋いな、意外に渋いな。こんなもんか、全然釣れんぞ。ああ。何しとんねんゴレ、おめゴレゴレ、おめ交尾しとるゴレ、イナゴが。いかんすぎや、おめ交尾しやがって。こっちは交尾できてないのにゴレ、やっとんねんお前ゴレゴレ、イナゴゴレ。いざんねこれ、まあ、すげえ、何してんやんな、こんな。ついに来たか、でかい、60か、60来た、うわぁ、来たでかい、来た、やった、この池の主よ、でかいの来た、50アップ。これでかいだろう。ゲリークランク。ああ。さっき俺がバラしたやつやん。ああ。50アップ。ああ。でかい。やったな、お前。ああ。やったな、キクさん。うわあ。ちょっと待って、ごめん、どいて。立て、立て。俺がサイズ、いくよ。20。45 45ですよ、45ですよ、あなたは45です。でもでかいぞ、さっきからな、今俺一周回ってきてさ、45です。上口で俺がやります。45、すごいでかいぞ。ちょっとほら、じゃあちょっとどいてどいて、俺がやりますから、いいか、ちょっと待って、どいて。50、いい、話して、手離して、こうして50、お前、俺の50、ね、待って、これで上口でしょ、ちょっと待ってよ、50、はい、45、45.5 です。いやいや、ちょっとだからこうやってちょっと待ってよ、ちょっと待って、これで 45.5 です。はい、行きますよ、もう一回行きますよね、しっかりね、プロが測ります。で、こうやってもう上口でこんぐらいですよね、僕らは。ちょっと俺が測るからね、これでね、でこうなって、しっかり伸ばして、ね、伸ばしてね。45.5 ですね。はい、45、でかいぞでも。45.5、45.5 だっつうの。細かいんだよお前。うわあ！やった！びっくりしたぞ。50。過去一の。しかも釣ったのはクランクベイト。やったな、おい、ありがとう、すごいな。これだ、ああ、逃がすぞ、初のビッグヘイトやん。やっぱり最後までこのタイニーブリッツやろ、レアリスクランク、ゲイリークランクっぽい形の歌舞伎のレアリスクランク。でもゲイリークランクにすごい形に出て、これ強いんだよやっぱ。お前の今日勝ちやの、やったの、おう、来た来た来た、40アップだ。あー、木に絡んだ一周、取ろう、40アップだ。40ないか、40ないかな。ちょっとここに降りるわ、こっち来て、降りるか、降りるか、これ持って、でかい、あ、取れた、
こっちだ。それ届いた。まだ絡んでる。こっちだ。絡んでる。でかい。どこ行った？いや、ついてる、ついてる。ああ、取れた、取れた。うわ。来た、来た、来た、来た。でかい。なんだ、なんかに絡まった。今度糸に絡んだ。40ない。40ぐらいか。ちょっと、これ持って持って。これ、木をこっち来い。木を持って。これ、釣り竿持って、釣り竿。あ、待ってた、待ってた。持っといて、持っといて。もっと入れるか、お前。入れる。かわいそうだけど。さあ、返して。折れる。これ、取らないと。こういう時玉編みだな。これ多分沈んじゃうか。いけたわ。うわー、そうでもない。そうでもない。うわー、いやこれね、ラインが変なとこ、なんか変なの絡んどるな。いや、ラインが絡んでる。うわー、うわー、ちょっと待って、こっち見て、待って待って待って、今状況言うんだけど、あの1時間以上全部打ってきて全く釣れなかったんですよ。中で自分は穴の奥に入れたんですよ。入れた瞬間ダーンダーン、待ってサイズ測る、37。まあでもいいサイズよ。引いたで、きっと借りてる。